それではですね、しばらくの間河内音頭でお付き合いください。踊ってくださいね。よろしくお願いします。はい、お聞きの通りのあのジャックアイでよこいほいこれでどこいでとてもうまくは読めないが歌は世につれ世は歌につれ昔から歌い継がれた里の歌河内音頭の一節を音は夜会の影のリズムに助けられ学生ながらあ心
生涯の運命かけて海原を男が一枚だ愛人形やってみせるぞ命をまとにあれはボロ分貧乏神と世間の人からそ知られてののしられた文左衛門今に見ている俺だって一周男の名にかけて踊る荒波お江戸春か名前売りたや一大男後藤坂幕嵐の中も誓う望みはただ一つ度胸千度の花花咲く犬も生きるもさあだめ縁に向かって文左衛門が今に似ている男の悲しい男国や25歳の躍動をしまげんげも時と時節を待っていた遠いお江戸の冬後の祭りみかんを食べるが習わしでこんな時こそ紀州のみかん間に合わせて髪型のあきんど冥利に尽きるのだ軒を並べた問屋町74日のほじけ伝言江戸へ送りの有田のみかん蔵から庭までつまま問屋合計16軒締めて86,000籠600両の投げ出しで積んだみかんを買い占める腕利き千堂12人軍山を交えて13人水杯で呼んでるみんな揃えの新装束開けるを待たず気も終わりの20日よこぼいほい風はますます吹きまくるおいさ昨日に勝る小ゆるが孤独どっと寄せくる波は山もたちまち砕かんばかり風吹かば吹き雨降れば狭間に立ち上がる文左衛門の晴れ姿島の着物がただ一枚上に揃えの強かったビラ雨をしのいだ深さと親のゆすりの波切り丸を文座の腰にとぶち込んでどっと渦巻く苦労しよう恐れもなく身内眺めにっこり笑うた人は紀州一でも良い男女になる飛び弾じゃけれど着物を着とさよほど東京よさ
船の上をちゃんとできました。さあさあ、はよはよこの船に。の船に小舟に移る地の国や、今日の分座の岩の船で遅れて奈良地と高松川地、馬にまたがりだだだだだ。かわいい娘の婿殿、もしものことがあってはと心に念じがんかける。心ばかりの引き出物、海上安全守りの護兵、しっかり抱きしめかけようか。婿殿、
島の沖は枯れ木なら島の泣きりや大王の岬沖合遥かちチラチラと闇にチラホが揺れてゆく浜の漁師が目に留めてこの風を嵐船が上げてゆくはずがない人間わざとすねじゃない八大竜王のござるねじゃこの嵐がそよ風になりますようにと船頭主が砂地へぴったり手をついて浜で拝んだその船が後に紀州の分際へも遺憾を積んだ梵天丸とわかりまして皆さんよ島の鳥羽浦漁師町女子供に至るまで地引きの綱をしっかと握りいっそエイサーエイサーあとをかけ声もろとも吹き詰めて歌い出したる網引き音頭いやあがれよおきのくらいの荒波も命を的に巻き上げた白穂は高くの遠路へ百万両の望みを抱いて品川浜へと船つけば乙女な果物問屋向こうに回して紀の国や町への袋を逆さに振ってわずか乙女が800の八万両で目ができた江戸でも受けたお金なら江戸で返すが金殿これが作法というものさ八百夜町大江戸の暗闇にしたる塩じゃけの物の見事に買い集め梵天丸にと船積みしやがて何はに船回しゃ羽が生えた箇所じゃけは鳥がごとくに売れてゆくお金の花が百万両死ぬが生んだ階段人生息を度胸よ日の元の月のその名も文左衛門と今の世までも名を残す御所気分の宝船今度時間となりましたお聞き苦しきその中をようこそご清聴賜りましたようこそ踊っていただきましたどうぞながらも気を締まる熱く御礼申し上げそれでは失礼いたします。はい、どうもありがとうございました。おおきに。